とここの流れが気になりますね。流れがよれてるんだね。このカードもいいっすね。上流のね流れがこうよれてるんで、ここよさげ、よれてしかも掘れてますからよさげですね。あとあっちの流れだな。手前も釣れそうなんだけどね。ここは深くて良さげですけどね。ちょっとね流れが足りないかなっていう感じで、そうなってくるとこっちの本流の流れと合流してる流れ、こっちの方が、まあ水がフレッシュかなっていう感じですね。まあ釣れるかどうかはどうでしょうって感じですけどね。うん、いい感じいい感じ、深いし。さあこの流れですね。やっぱり流れの中にねいる感じするからね。特にスモールマウスなんかは流進が好きなんで、いいと思うんだけどな。このぐらい流れがね効いてる方がやつら的にはいいと思うんだけど、シーバス？あ、ニゴイかよ。ニゴイかよ。そう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 。ニゴイやった。ニゴイです。シーバスかと思った。ニゴイやった。オッケー。ワンボトンだったね。ちょっと。あ、頼む頼む、こっち行かないで。オーケー。引く引く引きます。ナイス、にごい。カップル入っちゃってる。
ていうか思った。はい、濁いでした。おい、ナイス濁い、あざす。ね、流れの中でしたね。パタパタさせてたら来た。はい、あー見てないですけど、多分60ぐらい、濁いですよ、濁い。はい。いや、俺もファスだと思ったんですよ。残念です。あー、ほんとそれっすよね。あー、こういうもんすか。あーそうっすね、はい。はい。ありがとうございます。2匹目の濁い。やっぱり濁いだとしても魚の位置が外側だったね。流針の中まではいかないみたいな。だけど濁いがいるのであればバスも十分いそうだけどな。こうぐるっとこう巻いた流れがね、そこで壁になってるんですよね。だからその壁で来た感じしますね。そう、甘かないね。釣れそうだけどな。まあ引っかかりそうにないからね。ホバストとかでも良さそうだけど。あっちの流れか、こっちの砕けた流れじゃなくて向こうの流れのがいいかな。ちょい中に入れたいんだよね。届かないな。 2.5 3.5 は必要かな。やっぱりそこのよれだよな。はい、ありがとうございました。なんとかね、1匹濁いでしたけど、結構ねでかかったですね。結構ナイスファイトでした。まあ、ちょっとバスじゃなかったんですけども、まあ貴重な1匹ということでありがたかったです。はい、ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。ボーテッペグとボボちゃんでした。またですね、次回の動画でお会いしましょう。バーイ。